悪性繊維性組織球種、または未分化多型系肉種は南部組織腫瘍の一種である。MFH の発生源や組織型については議論が多いが、組織球や未分化化用系細胞が起源であると仮説が立てられている。一般的には腫瘍は繊維目細胞系と組織球系との変化に富んだ細胞が花むしろ状に並ぶ。 5つの組織型が知られている。MFH は南部腫瘍の約20から24%を占め、成人の南部組織腫瘍では最も頻度が多い。腫瘍のステージ分類は、腫瘍の悪性度、計遠隔転移の有無によって決定され、最も重要な予後因子となる。腫瘍の組織型と下下下雪上の際の術式も予後因子となる。原発層の位置や、 新達ども用語に関わる重要な因子であるが、いまだに議論は多い。50歳から60歳に最も多いが10歳から90歳まで、幅広い年代で、発症の報告がある。小児では稀であるが、アンジーオマイド型は20代以下に比較的多く、見られる。男女比はおおよそに1である。MFH は、アフリカ人やアジア人に比べ白人に多い。ありがとうございます。